if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head. はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今回は旭川キャンピングカーフェア2022にやってまいりました。第2弾頑張ります。ここはバンティックさんジル502です。カムロードベースですよ。お父さんいいですね。いいないいですね。ちょっと価格表とか見てみるか。6人乗りの5人収支187,800円です。吸い込まれそうです引きずり込まれてるこういうのなんかおしゃれじゃない。テールランプ ね大きいな。ジル520 520よいしょ。お願いします。お母さんの大好きなジル520です。キッチンがさいいよね。これ女性に優しいキッチンだと思わない？そうだね、こういうのいいな、羨ましい。女性に優しいのがもう一個ある。これ何回見てもいい。すごい素敵。トイレとさ、洗面台ともうなんか明るいのがいい。お化粧がしやすい。ここでさすが綺麗な人は言うことが違うね。いやいや何トイレットペーパーとかさ、サニタリー道具とかさ置いとけるからいいね。お父さんなんか雑誌置いとけんじゃない？トイレ入ったら長いから。何言ってんのこの人バカじゃない。じゃん、おーいいわこれ。お母さんがまたうんこずれしましたやめてここで頭も洗えるんだね。こうやってちょっと朝シャンいいね。これシャワーいいよこれね。シャワー欲しいです。届くんだこれ、ここまで。あ、ここでも朝シャンできるじゃん。できるできる。ぜひ欲しいです。ネット寝れないじゃない。カバン下ろしちゃったよ。もう寝る気まんま。お邪魔します。いいわこれ。いいでしょ、いい。この間も寝て分かってるけどでさ、そのライトもついてるし、コンセントもついてるし、いいね。チョコもドアあるしさ、暑い時開けられる窓ね。窓下も収納あるし、収納あるし。だってさ、ほら、調味料とか入れれるんだよこれ。よくない？いっぱい収納あっていいね。冷蔵庫大きい。あーなんか冷えてる。冷凍庫も貼って氷も作れるんだ。これ広いよ収納。で換気扇もあるし、え、あここね、おー、あえって言ったけど、この間も言ったんだけどでここさ、ほら上マックスファンをブンブン回ってます。ここにあれ入ってる、これクーラー。いいなって。ここさ床暖になるんでしょ。ここねいっぱいいいよこれ。女性はさ冷え性だからし、女性に優しい車です。これはとってもおすすめ。奥さん喜ぶ車です。ここもさベンチシートみたいにすっごい広くなってんだよ、シートが。まあ、ここでも寝れるんだね。あ寝た。あ結局寝たいいわこれ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 。下駄箱だ。下駄箱、すごい ね。これどこにあるんだろうと思ってたの。バッテリーとかインバーターとかそういうのじゃない、ここにあった。運転席周りもこんな感じで、新しいカムロードになっていいですね。まるで家ですね。買うかな。買う？お父さん買いますか？買えませんいやわかんないよ、帰る時が来る。横浜モータースのレガード、キャブコンバージョンレガードね。992,500円です。レガードネオも大きいしすごいね。大きいね。かっこいい。ほら収納スペースだ ね。おトイレのタンクとかだ。これ何？お収納。あ繋がってる。繋がってる。すごいね。おー、ローニングだ。すごい広くないこれ。立派。ね。邪魔します。邪魔します。広。めちゃくちゃ広い。すごい。何から見ていいの？
やっぱりキッチン？キッチンかい。キッチンいいよこれ。広い木目のシックな色合いだよね。ね、かっこいいね。ね。そして冷蔵庫。出た。お母さんの冷蔵庫チェック。ほら大事、女性大事。広いな。ね。そして上には？電子レンジね。おー、いいな。細かい収納とかもさ、いっぱいあるしさ。あとこれ換気扇だよね。うん、いいね。いいです。じゃあ次はリルーム。おお、あ、すごい、開けた瞬間パーって明るくなった明るい、うん、確かに明るい。お邪魔します。なんと手洗い場もある。あ、すごいね。トイレもあるよ。いいね、これ。そっか、お母さんまたうんこ座りするのかな。なんだよ何ガント出してる。これさ、カーテンついてる。いいね、シャワーするとき低いカーテンだ。いやよ。あ、いた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 、お母さんもいた。これは2段ベッドになってますね。あ、ちょうどいい高さ、ここちょっと寝てみます。おお、車の車高が高いから、うん、2段ベッドの高さも余裕があるんじゃない。すごい明るい、ここ充電とかできる。本とか入れれる、収納ね。いいね。すごい。カーテンも引けるしさ。これさ、足台なの。あ、2階に上がるの。2階？こことここ。あ、これ、ね、うん。ダイネットも広いよ、ここ。テーブルもさ、すごい広いでしょ。すごいですね。広い。不思議だよ、これ。何何？バンクベッド。これね、多分下がるんだよね。だって上に上がってるもん。ほら、油圧のダンパーついてるから、ここに。降りるよ。はい。でれれれれれれれん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 。ね、ちょっとやり方はっきりわかんないけど。ビルんだよ、ほら。いや、あっちにもなんかあるんだよ。ああ。剥げるところが。わかんない。運転席。かっこいいなぁ。いいですね。いいなぁ。これも家だね。家です。まるで家。走る家。さっき走る車って言って当たり前だっちゃうサンライト、これアドベンチャーエディションって書いてある。これ会社だもんね。うちのご視聴者さんでもいるよ。すごいです。これを乗っていらっしゃるのが輸入版コンバージョンフィアット、ドイツ製だって。そうそうそう、フィアットディカットね。サンライトプリフ 600ADV1100万円です。お邪魔します。おー、すごいね。助手席後ろ向くんだ。いいよね。これめちゃくちゃいいシートじゃない。いいシート、腰に良さそう。運転席もすごいよこれ。すごいね。すごく？ん？開かない。すごいです、中。マルチルームがさ、うん、そこにある。ちょっと開けてみるね。おお、おトイレ。これ結構これさ、高さあるからいいよ。こっち洗面台、鏡あって、おお、キッチン。キッチン開けます。すごい広いわ、キッチン。広い広い、まるで家だね。家です。おお、結構いっぱいある。あるね。いいですね。開けまくり。ここも収納なの？よいしょ。おー、あ、結構広い。すごい広い。冷蔵庫。おー、大きい。大きいわ、これ。冷凍庫もある。90リッターです。で、ここにさ、サンルーフついて。うん。収納もしっかり。いや、このダブルベッドがいいなぁ。あ、何これ、マットいくな。これ絶対いいマット。快適だよね、これなら。お母さん、ベッドに登らないでください。残念これさ、ハンガーじゃない。ハンガーじゃなくて、なんだっけ、網戸。網戸、これ横なの。あれあ、こうなんだ、ほら。あ、すごい。いいね。いやすごい、びっくりした。いいね。キャンピングカー、オッパイム、トラベラー2、ポップアップルーフ、409万9227円。ポップアップ付きですよ、お父さん。こっち何？ポップアップなし。100万も違うの。それするかもね。こんなに広いよ、ケイちゃん。これ中入っていいと思う？いいの？お邪魔します。
あ、ココナッツ。はい。すごい広いよ。立ってみるよ。いいかな？こうやって手あげても全然大丈夫。すごいね。うん。いろいろ装備ついてるね。本当だね。すごいね、ケイちゃんでも。うん。でここってさ、大人2人寝れるもん。寝れる寝れる寝れる。うん。いいですね。おすすめです。ポップアップいいね。4ナンバー登録で、このスマイルファクトリーさんのキッタントラベラー3クロスカントリーパッケージだって。ほら、プロードみたいな感じだもん。379,4477円。安いね。え？このベッドをさ、外したらこれ後ろでも乗れるんだ。そうだね。うちにもこういうのつけたいね。こういう板でさ、ライトつけてさ、ハイエースにね。はい、そうです。突然ハイエースの話になったね。はい、そうです。ここ開くんだ。あ、物に入れれるね。入れれるし、ここにもライトついてる。この下でさ、ご飯食べたりもするときいいよね、夜とかさ、ライトあったら。これ、タープついてるんだ。限定情報1台あります。はい、この動画が良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。忘れてる。それでは次回の動画でお会いしましょう。したっけねー。